ちょい詳しいです。立場だからっけ？いや、そういうだけです。まずもうちょい詳しい。最後の畳踏まないようにしてください。ここもうちょい。はい、よ。Thank you.
髪の毛し戻って四方向最後の高いの不満でしたもうちょっとやった正面打ち、いや、正面打ち耳投げやった正面打ちの耳投げをやりました。次、横面です。あ、月の横面やっちゃった。あ、月の耳投げ、それはそれで置いておいて、とりあえず正面打ちの耳投げ、とりあえず横面が3つすっ飛んでるんで横面3つ横面から横面から、はい、野村さん、もう一回平野さん
あ、それはいらないです。それはいらないです。十字投げまで終わりました。はい、一本しか。じゃあもう一本やってください。十字投げ。簡単か、変わって。最高に最高に中島さん、時折見てて赤点に止まってたら僕が止まってるってことだ。わかりました。たまに気にしてみて。ずっと見てなくていいです。たまに。はい、始め。長谷さんバテちゃうね、自分の時。
そうね、まだ時間あるしね。いや、あの、また続いて。簡単だよ、頑張って。ここに投げないようにしてください。じゃあ、カズタカヒランさんと交代して、カイさん、もう一回、もう一本しよう。はい、始め。いや、難しいんだよ、もう。大地くん。はい。君のご指名だ。はい。長島さんと代わって。はい。ぴったり、もうちょっとぴったり。始め。はい、森田さん交代。はい、池本さん、決めましょう。野村さん入って、野村さん、平野さん、勝田入って。はい、平野さん連続じゃないよね。はい。勝田が連続？いけないです。3人ともキッピンピンで。はい。始め。端へ端へ行く、取り込まれちゃう。中に向かっていくようになる。もう一回行ってみる。じゃあちょっと変わろうかな。大地くんと、サトシと長島さんで。始め。諦めないで、まだ終わってないです。諦めなさい。はい、よしでしょう。はい、じゃあ森田さん。はい、じゃあまた野村さん。はい、外した。まだあと10分ありますから、ね。
モレツは同じです。中に。そういう意味じゃないです。端っこに追い込まれないように無理して。あと投げれないと思ったら突き飛ばすとかでもいいんです。とにかく距離を取って。始め。はい、最後にしたいね、平野さん。勝ったか、長さん。頑張って、森田さん。ここが踏ん張りの終わりです。呼吸が整うまで時間ありますね。はい、始め。止まらない。そう、どんどん行く。